Good to
別の天柱中に分け与えられた楽園エデン。私断罪の公女は。 Yeah.
さん、ちょうどよかったです。キャサリン、何かあったのか？はい、旅人さんたちにご協力いただきたい大事件が起きてしまったのです。これは緊急任務となります。旅人さん、昨晩流星群がありました。その範囲は広く、モンドとリーユへの周辺に影響を及ぼしました。落下した隕石には変わった力がありまして、触れたものを昏睡状態にしてしまうのです。非常に危険だと教会はそう判断しました。わあ、大変なことになってるみたいだな。我々にとってこういった状況は初めてです。そのため教会は多忙を極めており、それゆえ皆さんの協力が必要なのです。お待ちください、念のため。キャサリン、雄夜浄土の民よ、私の名を呼んだのはあなたかしら？あ、来てくれたんですね。またお会いしましたね、キャサリン様。うわ、このカラス話せるのか。驚く必要はありませんよ。我が親族よ、そのように顔を曇らせているのは、モンドの平和を脅かす罪深き者がまた現れたからかしら。旅人さん、こちらは冒険者協会モンド支部のメンバー、フィッシュルさんです。フィッシュルさん、オズさん、こちらが例の旅人さんです。ふーん、あなたがね。いい目をしているわ。セピロス騎士団の栄誉騎士様とその仲間のパイモン様、お会いできて光栄です。旅人、あなたも深き闇の結晶に裁きを下すつもりなの？え、闇？闇に裁きを下す？隕石という意味です。流星群の原因とその影響がまだ判明していないので、皆さんには二人一組で行動していただきたいのです。旅人さん、フィッシュルさん、身の安全を優先しつつ支え合いながら行動してください。それがキャサリンの願いなら聞いてあげなくもないわ。喜びなさい、この断罪の公女フィッシュルと共に旅できること、光栄に思うことね。こちらは我が主、異界雄夜浄土の公女フィッシュル様、私はその眷属のカラス、オズでございます。なんかすごそうだな。おいらはパイモン、こいつは旅人、よろしくな。徐々に分かってくると思います。フィッシュルさんと一緒にいれば。旅人のあなたが雄夜浄土の凄さを知らないのは想定のうちだし、許してあげるわ。許す？よろしくという意味です。さっきから漫才してるみたいだな、この二人。ボケる主人と突っ込む眷属、おかしいぞ。聞きたいことがあるようですね。歩きながら話しましょうか。これ二人一組じゃなくて四人一組だな。星と深淵を目指せ。無事今日の依頼を達成しましたね。
別の天柱中に分け与えられた楽園エデン。
ついてこれるかな？逃がさない。
ちょっとビリビリ。しびれなさい。しびれな。それ。ウサギ伯爵出撃。それ。しびれなさい。ちょっとビリビリさせない。逃がさない。ちょっとビリビリ。しびれなさい。頼んだ雨のような。しびれなさい。元気出してよ。元気出してよ。ウサギ伯爵出撃。
What?
行こうか。ラララーンラーン。判決を下す。
決を下す。何をしてる？言ってた
た事件現場、清泉町だな。どうやら想定よりもひどいようですね。祝福の鐘が鳴り、断罪の時が来た。あがめなさい、断罪の公女がここに降臨したわ。公女様はやる気満々だな。凡人、無礼を許してあげるから詳細を報告しなさい。誰？突然すみません、患者に関する情報をお聞きしたいんです。ああ、オイラたちは冒険者協会のメンバーで調査の依頼を受けてきたんだ。ああ、そうなのか。昨日の夜、この人が隕石に触った瞬間気を失ったんだ。君たちも隕石に触れないよう気をつけた方がいいよ。無用の忠告ね。私には秘樹の加護があるの。黒い結晶なんて怖くないわ。お嬢様、公女たるもの、進化の還元は聞くべきかと。仕方ないわ、従ってあげる。お前も冒険者たるもの、忠告は聞いておくべきかと。みー、たまにはこういう口調も悪くないもんだな。私たちの真似かしら。千の世界の悲願をそうやすやすと理解できるわけないわ。まあいい、あなたにとって断罪の公女の運命は重すぎるものね。ここにも倒れている人がいるぞ。騎士よ、公女の質問に答えなさい。この者はどういう状況かしら。もう一日中眠ってて目覚める気配がないんだ。ないかな。でもたまに寝言を言うんだ。もう歩けない、少し休もう。何してるんだろう。闇の夢はエデンの果実を加えた獣のようで、その目は弱者を深淵へと誘う。夢の中で気を引く何かがあるってことか。まだ証拠はありませんが、お嬢様の勘はよく当たるんです。もう少し聞いて回るか。こんにちは。私は患者さんのお世話を担当しているシスターのエドナです。報告なさい、沼のボートよ。すみませんが、こちらの患者は何か言っていましたか。仕事に戻るとか言っていたような。酒が深く眠っていますね。普通の夢じゃないわ、呪いよ。起こせたりしないのか。試してみたけど、目を覚ましてもしばらくするとまた眠ってしまうの。起きた時何か言ってたか。山の上にいて寒いと口にする夢を見たと言っていたわ。山の上、寒い。雪山の悪魔による呪いかしら。泉の精霊が守る清泉町も
悪魔に狙われるようになったの？少し厄介だけど、この私、断罪の。邪魔してすまないが、少し時間あるか？あ、リュラフだ。何かあったのか？まあ、少し言いにくいんだが、裏山にも隕石があってな、エレンのやつが一人で見に行ってしまったんだ。お前たちも隕石の危険性を知ってるだろう。何か起きる前に一緒にあいつを探してほしいんだ。エレンのやつ、こんな時に心配かけさせるなよ。だな、あいつを見つけたら説教しなきゃならん。よし、早く探しに行こうぜ。
けだよ。用意はとっくにできてるぜ。この瞬間お待ち。Yeah!
しくしやがる。できないならやめてしまえ。